僕2っすね。今2やってるからす。単純に。今日発表っすよね。楽しみっすね。言うて FF ヒストリアも最高でしたね。今ほんと2にハマってんで。1もえげつなかったっすけどね。好きなキャラ言われ、今現在で好きなキャラ誰言われたら、多分レイラさん言いますね。もうレイラさん美人すぎっすよ。レイラさん最高っすね。ドット絵であんな美人を描けるもんなんすね。あ、弱い。弱いから、熟練度上げに使わせてもらおう。ただあれなんですよね。BS プレミアだから、見れないんですよね。まあ、結果だけ見ることになるか、地上波でやってくれるとは思うんすけどね。あの、ヒストリアみたいに。ファイナルファンタジーヒストリアみたいに。おそらくですけど。でもやっぱり1位はセブンかテンですかね、きっと。セブンのが人気なのかな、リメイクで出るし。お、あ、来た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 、ヘイスト、ヘイスト、ヘイスト、ナイスナイスナイス。ヘイストが来たで。え、ちょっと待って、ね、イランの、蜘蛛の糸イランの、音がオリハルコン。来たで、ヘイスト。どうしようかな、ヘイスト。チャンバリさんやること多いっすから、シゲちゃんに入れようかな、ヘイストは。え、スナ育ててるんで、ヘイスト入れたいっすよね。シゲちゃんにヘイストかな。チャンバリさん、バーサクばらまくから、デスペルいらないかな。スタンとかのがいらないか。ずっと欲しかったんすよ、ヘイストが。こらでかいで。1でも十分効果ありそうな気がするんですけどね。ちゃんまりさんがヘイスト使う余裕絶対ないんで。ちょっとヘイストも、エスナーを育てきったら今度ヘイスト育てましょうかね。じゃあ、シドのとこまで行きましょうか。いや、めっちゃ嬉しい。これちなみに入れないんですよね。あ、やっぱそうね。うわぁ。めっちゃ悲しい。ほんと悲しい。なくであんな。ほんと。ファイナルファンタジー1でほとんど誰もやられるってことはなかったですよね。2になってヨーゼフだとか、なんかこの出会いと別れがこう、本当に目まぐるしく展開されるんで、やっぱちょっと特殊ですね、結構 FF2 は。ストーリー性が。いいね。あの緑はちょっと強かったはず。できたら、しげちゃんにもアスピル覚えさせたいぐらいですけどね。まあ、そう簡単に落とせないでしょうね。FF2 にボス戦の曲があるのちょっとびっくりしましたね。ベヒーモスで。1なんてずっと最終、ラスボスでさえ普通の戦闘曲でしたからね。ええーと思ったの。せめてラスボス戦ぐらい、なんかかっこいい曲入れてよとか思ったんですけど、全然です。だいぶ強なってると思うんですけど、ミスレカブとミスレアクセスね。それはいらないね。敵がね。ははは。全滅。ブレイク全滅ですよ、ほんと。ブレイクダンス全滅が一番泣きますね。順調に言ってたのにブレイクされて一瞬で終了ですよ。2時間不意になったなんてもう何回もありますね。ダンジョンで。途中セーブがないんで。途中セーブがない分、もうなんか宝箱開けて、みたいな。ドーンみたいな。
それこそ一番、あれシド、あれちょっと待てや、シドはよ、あれじゃさっきのとこにいたのか、あれシドはよ、エルシドピエールはよ、え、じゃあさっきのとこいたの、え、シドは、いや、シドどこ行ったとか聞いてねえぞ、これ。あ、ミスった。あー、もったいねえ。あれ、シドは、いやいやいや、シドずっとここおったやないですか。何の情報もなく、コンフェ。いや、めんどくさいな、コンフェ。うわぁ、めんどくさ。カーズか。呪い、S なで消せんのかな？呪い残りますよね、確か。混乱して呪いですよ、リチャードソンくん。めちゃめちゃです。ちょっと S なで回復できるかな？ゴーやってない。あ、いた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 。いいね。これでもう、十字架もいらないね。ドレイン、めっちゃ、あ、全体ばらまいてくんのか。単発ドレインだときついんですけどね。全然余裕。戦うスピードが一回か遅いんですけど、まあ、これからその竜巻旋風脚の中入っていかないといけないと思うんで、リチャードソン君早く帰っ、おいおいおい、あ、全然弱い弱いリチャードソン君。呪いが解けるようになっただけでもでかいですけどね。やっぱエスナ、バスナに関しては多分ユニコーンの角使っとけばいいんで、まあ、そんなにバスナを育てる気はないっすね、とりあえずは。混乱がほんと邪魔っすけどね。1881、これってバーサクにヘイストなんてかませたらとんでもないことなんじゃないですかね。ちょっとやってみようかな。レベル1っすけど、あれ、まだ呪いになっちゃった。さらにバーサクにヘイストも重ねるとどうなるかと。とんでもないことなんですよ。あ、復活してた、マジか。これでさ、カウントは9999なのかな。そっか、それより、ありがとうございます。それよりも、シドは、シドはどこやねん。マジで。シドはどこやねんな。引く手、でも引く手、ここしか思い当たるとこなかったんですけどね。他どこがありますっけ？やっぱそれともさっきの、フィン、他のとこなんか全部潰れてた言うてたから、フィン城にシドが逃げ込んでるっていうことでいいのかな。ここが潰れてる以上そう考えるしかないっすよね。ミスリアスオーラデス、デスとか使えんのかな。あ、そうか、こっちからこっちから移動するから、シドがいるのはあっちか。オッケー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 。僕はミス、考え、間違ってました。こっちが移動する場所で、こっちの行き着く先にシドがいるのか。オッケー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 。オッケーです。一人でテンパってました。つうか、しげちゃんの MP 消費が激しいから、MP 増やしたいっすね。エーテル使うのがもったいないですもんね。まあ、S ナを6にさえすりゃ、もう S ナをこうやってずっと使い続けるっていうことしなくて済むと思うんで、はよ6にしたいですね。ちょ、今苦労して後で楽したいタイプです。バーサクって、S ナって、バーサクも、ちゃんとやりきったら、そうですね、次何育てようかな。アルテマかな。もうまたブリンクを重ねた方がいいのか、ちょっと迷ってっすよね。アルテマもアルテマで強いんですけどね。魔法効率もかなりいいんで、
アルテマを使う、これ、バーサーク6にしたらアルテマ使おうかな。アルテマ3か4とかまで持っていきましょうかね。普通に打撃の方が強そうなんですけどね。こっち、あっちですね。いるでしょう、さすがに指導は。引く手よね。大事な。命より、あれ?コン持っていかれとるやん。あれ?コン持っていかれてますよ。じゃあもうほとんど、竜巻に飲み込まれてるんだ、どこも。マジっすか。ショッキングですね。いや、でもわかんないですよね。まだチャンスはあると思うんで、シードチャンスあると思います。あー、しまった、いましたらって言ったね、攻撃。1357。もう4桁が当たり前になってきてますもんね。やっぱ相当、バーサク入ってんすよね。で、バーサク多分上書きできてると思うんで、チートっすよ、チート、バーサクは。そっか、バーサ、あ、もう、エスナ使えないですね。エーテル使えた、エーテル使ってもいいっすけどね、エーテル使おうか。で、街で買えばいいもんっすもんね。この上で、引く手あるのかな、ほんと。よっしゃい。引く手、あった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 あぶねえ。また、これで、探す行く旅に行くってなるときついんで。あれ?あれ?あれ?あれ ?What?What What is this? あれ?え、これどういうこと?あれ?これどういうことなんだい?え、これ乗りたいんだけど。は?あん?何これ?何これ?珍百景ですよ、ほんと。あはは。そうっすね。ちょっと急遽。あれ?どういうことなの?なん、え?飛空艇があるけど飛空艇に乗れないってどういうことなの?やっぱさっきの城のところに、シドがいるのかな、じゃあ。言うて城、昼だと、シドは密接関係だったかな。ちょっと戻りましょうか。マジか、勇み足でしたかね。普通に。言うて明日はね、ファイナルファンタジー全投票ですからね。マジで見たいですね。どうにかして、BS プレミアム見れないんですかね。なんか、ウォーラ、カーズ、ミツルカブト、カーズ、まあ、いらないですけどね。どうにかして。なんかこう、ビッグカメラのテレビとかで立ち見してでも見ますよ、俺。おーっつって。パブリックビューイングとかあってもいいレベルだと思うんですけどね。本当に FF 大前週、大前線とかだったら。全然パブリックビューイングしても、東京ドーム借り切ってパブリックビューイングとか人集まんないから。まあどっちかっていうと、外国の人たちのが集まりそうっすね。日本人だけでするよりは。ヨーロッパとかでやった方が。人が集まるかもしれないですね。キャラの位置はどうなんですかね。やっぱクラウドかな。セフィロスではなかったんですね、中間発表は。やっぱ FF7 のリメイクがあるんで、僕的に女の子の1位はレイラさんにしてほしいですね。まあ、レイラに投票しましたから。でもやっぱ言うなんかティファですかね、女性の1位は。きっと。ユーナとティファは強すぎるでしょう。さすがに、残って、めちゃめちゃ、あ、来た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 。
いいね。余裕が、ああ、でも使うかな。リチャードソン。リチャードソン。どうなんすかね、リチャードいるのかな、ずっと。ずっといないと思ってんで。もっとか、ヘスト。シャンマリさんに覚えさせたいんですけど、覚えさせる枠がないんですよね。で、使わないし、どうせ、バーサック使いますから、平して使うぐらいなら。ユーナより、チャンティファさんなんですね、じゃあ。まあ、外国人ボディーっすもんね。わがままボディーっすからね、言うて。わがままボディーは強いっすね。FF 屈指のわがままボディーなんじゃないですか？ティファは、チャンティファさんは。他にわがままボディーが、思いつかないですもんね。他に誰が行くかなーって感じですよ。チャンティファさん一択じゃないですか。K1508。まあ、いる。白が角回れてんじゃねえかなって思いますけど、あそこに引く線があるから使っていいよ、みたいな。それかドラゴンボールのサイヤ人編みたいな時に、ベジータみたいにこう、リモコンで飛んでこさせるとか。そんなんがあったりしたら楽っすけどね。そこまではないか、さすがに。どっか、じゃあ、この街で囲まわれてんのかな？ちょっとわかんないっすけど。どっか探してみましょうか。どっかひっくり返ってるかもしれないですもんね。ありえるんすよ。お、インターポール。いくらお前でも今度ばっかりどうにもなる。相手は竜巻だぜ。お前らあの中に入ろっていうのかい。もう全く大切だ。よし、とっておきのお宝を使ってくれ。ベッドの横の壁を探してみな。とっておきのお宝。ベッドの横を調べろ。ちょっと待ってね。ん？ああ、こういうことか。うーわ、もうモテないんすよ。嬉しいけどさ。もうヘイスト。ああ、ハリソンくん覚えさせとくか。しょぼいのばっかって怒るで。あ、黒装束、いいね。黒装束。は、しげちゃんに装備させましょうか。力出す気と黒装束だったら、もう全然違う。全然違います。これはもう、ちょっと、ある程度捨てるか。十字架もいらない。力出す気もいらないかな。十字架いらないっすよね。デスいるかな。じゃ、デスは、もうじゃあ、絶対使わんけど、リチャードソン君には覚えさせます。絶対使わない。盗賊の子っていらない。エリクシャはいるね。銀の胸当ていらない。盗賊の子ってと、銀の胸当ていらないっすね。俺のとっておきをやるってこういうことなのかい？ブラッドソードいいね。金の髪飾り。金の髪飾りは、しげ、ねじり鉢巻き。かぶせてますよね。あ、そっか、リチャードソンくんが、かぶってないから、金のかぶる。ブラッドソードどうなんかな？金の胸当て。なんかこう、竜巻の中に生けるようなやつじゃないんだけどさ。それは大丈夫なのか？しげちゃんが、ブラッドソード持っときますか。ルビーの胸当て。ルビーの胸当て。どうなんすかね、黒装束とルビーの胸当てだったらどっちのが上なのかな。弱い。
でも意味あんのかなぁ。もう一回黒消毒で。あれあんま意味ねえで。なんか俺のとっておきをやるみたいなこと言うてましたけど、全然やで十分。これ、竜巻に行くからっていう問題じゃない気がしますけど。どういうことなの、ポール、インターポールさん。お宝を使う。まあ、それぐらいってことか。え、いけない、どういうことなの、まあ、ここは別関係ないのか、じゃあ。ないっすよね。竜巻でこれ使ってくれぐらいしかないし。あの先になんかあんのかな。でもまあ、どっちにしても引く、引く線を聞こう、引く線を聞こう。引く線を聞きたい。空戦。あ、飛空戦は昼田に効くのかな、それか。ゴードンか。それか、シドが行方不明なんですよね、今。どっかいるのかな、シドが。城にかくまわれてるとか。あれ？ちゃんシド。エルシド・ピエール。パブリックビューイング行ってみます。パブリックビューイングぐるりとか行くのか。こっちにシドが逃げ込んでる可能性ありますからね。こっちから行くのとは違うか。シュッシュッシュッと行けないね。こうぐるっと回っていかないといけないんですね。これで何もなかったら怒るでっていうレベルですけどね、僕に合わせりゃ。頼むで。何もないとかね、ありえるからね、ほんと。いやー、ちょっとこうやって詰まるのが嫌っすね。パブ、うわ、最悪だ。おらんし。誰もおりません。シドはよ、シド。インターポール君に話聞いたら何も変わんないしね。嘘でしょ。引く手でもあればって言って、引く手を尋ねないといけないのか、やっぱゴードンに。ってことだったのか。ややこいな。これで、それは、でも鍵内で引く線？なんこれ。どういうことよ。空でも飛ばない限りって言ったら飛空船だと思うんすけど、あ、飛竜か。あ、そういや飛竜の卵がどうこうって言ってたな。そうかそうか、思い出しましたわ。空を飛ぶっていうのは飛空艇ということじゃなくて、確かここに飛竜の卵が祀られてるんですってよね、確か。そういうことか。どっか確か、飛竜の卵を祀ってますみたいなこと言ってた気がすんで、そこに行けってことっすね。なるほどね。確かそういうこと言うてた気がするんで、でもどこだったっけ、生き方が複雑すぎて。そういうことか。それったらもうそう言うてくれりゃいいのにね。この城の飛竜で、みたいな。鏡は城の3階か。多分そういうことですよね。これね。飛竜に乗っていけってことでしょ？これ以上持つことができません。捨てるのがな。力出す気捨てましょうか。磨き抜かれた鏡だ。これはどういうことなの？鏡には関係ないのかい？あれ？飛竜は？
あれ、飛竜の卵を、どっかあそこ使わしてたけど、あそこに行かないといけないんですけど、じゃあ。いや、そうじゃないはずですよ。なんかこっちの方に卵を移動しました、みたいなのを言ってた気がするんですよね。違ったっすけ。こっちも鏡かな？あれ？あれ？あれ？それか飛竜がいなくなったところの城に行かないといけないのかな？こっちに移動さしたとか言ってなかったっけ？木のせいか。なんか誰もヒントくれないんで。はい、どうも。あれ？誰も何も言ってこない。アルテアポフトはここで食べたらめちゃくちゃ、アルテアポフト、ああ。あ、あれか！はい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 。これね。わかる。なんじゃあれと思いますけど。なんじゃこれやって言いたくなりますが。確かに入れねえな。ってことは、飛竜かな。戻りますか、なんかこう、竜騎士が祀られてる町がありましたよね。そこに行けってことか。ノーヒントでそれはきついで。ノーヒントでそれをしろってのは。もうそれしか考えられないですよね。飛空艇じゃいけなかったら飛竜かな。確か飛竜の卵があそこの城に移動したんでしたっけ。ちょっと行ってみましょうか。ちょっと遠いっすけどね。フィン城行ったらもうそこで終わりかと思ったんですけど、めちゃくちゃ移動させられますわ。それも合ってるかわからんからね、言うて。もうこんなんばっか出てくるし、しかも先制攻撃させられるし、めちゃめちゃ納得いかね。パン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 。パオ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 ですよ。パオ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 。もう全体魔法逃げようかな。逃げれんのかな。逃げれなかったらまたパオ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 食らわないといけないんですけどね。逃げれない、最悪。またパオパオパオだ。もう最悪。しかもコンフェスなんだこれ。これちょっとこれめんどくさいことになるかも。逃げなきゃよかった。この前の猫がいるせいで逃げれないんだったかな。これ絶対めんどくさいことになるで。全滅する可能性まである気がするんですけど。マジで。ハリソン君の呪いじゃなくて混乱が早く解けんと結構やばい気がするんですけど。あ、なるほど、OK ですね。どれくらい、あ、全然ですね。呪いが効いてるおかげで、あんまダメージ食らわないってことか。ずっとそのままで。呪いのままでいいや。呪いは解除しないと。つか、呪いが入ったら相当下がるんすね。パワーが。パオパオ、パオパオ、ほんと。パオパオ、パオパオ。なんでこんなとこでこんな足止め食らわんといかんのってめちゃめちゃ思ってますよ。足直った。直ったけど、声と木の用の
こういう時のためにあるテーマがあるんですよね。全体攻撃であるテーマ一発でやっつけたいぐらいですよ、ほんと。108、OK。最初からやっとけばよかった、これを。初めてアルテマ役立ったみたいな感じです。ちょっと呪いなんで、ちょっと一発で倒せるか分かんないですからね。ちょっと保険を入れます。竜巻。やっぱそうですよね。竜巻で飛んでいかないといけないって言ってたら、これ呪いつけど、砂で解除できるんで、もうそこまで来ましたわね。30で、2か、50回使わないといけないんですよね。ちょっと飛竜のあるところまで行くの遠かったっすよね、確か。南の方ですよね。上行った方が早いのかな。まあまあまあ、一切いつものルートで行きます。行く手を遮るやつが邪魔っすけどね、ほんと。ほんと邪魔って思ってますけどね。これで間違ってたら、また路頭に迷うんですけどね。さすがに合ってると思いますけど。もう路頭に迷いたくないんですよね。さすがに合ってるっしょ。ノーヒントでこう、世の中に送り出すのやめてほしいっすよね。竜巻を何とかしてくれっていうのは自由っすけど、ノーヒントなんですよ、ほぼ。道案内ゼロすぎて、カーナビが何もナビもなしっすよ。何も何もなしで、やってください、みたいな。ほんと。この空から行かないとって言って、まあ、飛空艇か飛竜の二択やないですか。で飛空艇ない。ははは、は正解は飛竜でした。マジかよ、みたいな。二択をミスったか、みたいな。で、普通に考えたら飛空艇を探しますよね。シドどこ行ってんだろう。そうなったら。シドが行方不明なんですよ。全部の町入りましたもんね。で、シドいなかったんで。で、飛空艇も乗れなかったっすから。ってことは飛竜一択っすよね。どこだったっけ？確かこっちでしたよね。敵がちょっと強くなってるんで、戦うのはちょっとダルビッシュなんですよ、ほんと。確か、囲われてるとこでしたよね。あの点々は違って、あそこは確か黒い仮面のとこでしたから。あれどこだったっけ？迷子、やばい。あれこんなとこじゃなかったぞ。ここは？あれ？いや、違う。右か？わかった。こっちだ、思い出した。いや、これ違ったらほんと怒るで。ここっすね。竜騎士がいなくなっちゃったとか言ってたから、パパが行方不明ってたんで、子供が。もしかしたら、リチャードはあのパパなんじゃないかな。パパさんなんじゃないですか、あの子供の、少年の。なんかその可能性があるなと思ってますね。逃げれんのかな、これ。ちょっとこいつ、逃げれるでしょ、いくらなんでも。うわ、だるこれ。しまった。うかつに逃げるとろくなことないから、もう戦おうか。うかつに逃げる選択して、もうこんなことになるんだったら、戦おう。
さっきからこればっかっすわ。逃げようとして逃げれなくて相手のターンを無意にして状態上ばらまかれるみたいな。鬼しようっすよね。本当に。しかもこいつらと戦ってもほぼ、そんなどうせ上がんないっすから。ほぼ無意味な戦いなんです。無意味な殺生ですよ、これ。言うたら。こんな無意味な戦いないんですよ。いや、さすがにここでしょう。さすがにここじゃなかったらお手上げなんですけど。